はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス体験版ということで、今回はこちらをやっていきたいと思います。まあ、11月19日配信開始となりまして、まあ今日なんですけど、モンスター3種類討伐をまあ一足早く体験できるようなものとなっております。まあ無料でダウンロードできるので、まあぜひインターネット環境がある方はダウンロードしてみてはいかがでしょうか。で、今回はオフラインプレイ、一人で遊ぶということで、ドスマッカオとホロロホルル、ナルガクルガの3種類ですね。上2つが新モンスター。で、今回はドスマッカオをやっていきたいと思います。武器は、全種類選べますね。で、自分 4G の時は基本チャージアックスを使ってて、で、スラッシュアックスと総中コン以外だったら基本的なことは他の武器でもできますね。まあ、使い慣れたチャージアックスでいきましょう。で、スタイルがあって今回から4種類ですね。ギルドスタイル、ストライカースタイル、エリアルスタイル、武士道スタイルと。ちなみにまあちょっと試しで1回ギルドしかやってないので、ストライカーとか武士道とかエリアルとかはまだわかんないんですけど、まあ一応エリアルはジャンプができるということで、まあノリ専用ですよね。まあセルフジャンプが一応できるということなので、まあこれはパーティープレイに、まあ最低でも一人いると役立つんじゃないかなと思います。まあちょっと今回は普通にギルドスタイルでやっていこうと思いますけれども、まあ他のところでエリアルとかも、まあ試していければなと思います。で、あと、狩猟技？狩技か。狩技があって、このエネルギーブレードとオーバーリミットっていうのが、まあチャージアックス今回ついてて、まあエネルギーブレードがなんか必殺技みたいなやつで、オーバーリミットは瓶が増えるんですね。チャージアックスはその瓶を、チャージして、まあ、属性解放切りみたいなのが使えるんですけど、その瓶の数が増えると、オーバーリミットは。まあ、とりあえずもうやっていきましょう。クエスト開始と。で、やっぱりね、こう、モンハンが久々にやると、ちょっとね、操作性をつかまないと、だいぶ戸惑いますね。制限時間は25分になってます。で、アイテムは結構いっぱい持ってて、で、さらに、アイテムボックスの中にも、かなりいいアイテムが、まあ、支給品としてあります。オータル爆弾、落とし穴、しびれ罠、麻痺ナイフか。出てこなかった。で、ちょっと、チャージアックスは最初瓶を、チャージしたいので、この超でかいモンスターですね。多分草食獣だと思うんですけど、こいつをちょっと攻撃して、瓶を止めましょう。まあ、これで死んじゃうんで、まあ、これでいいかな。3個あればとりあえずいいでしょう。で、一応この装備は、オートマーキングがついてるんで、ボスは常に見えますね。ちょっと他の装備を試してないんで、他の装備でもオートマーキングついてるのかはわからないですけれども、そう、これね、装備とステータスが見れないんですよ。何の装備してるのかとか、攻撃力いくつなのかとかは、全くわからないですね。で、この武器は属性は多分ね、ついてないです。普通の無属性。まあ、こいつは多分、ドスジャギーとか、ドスランボスとか、なんかそんな位置づけでしょう。ほい、ほい。わ、かかった。で、一応自分の、ビンタメの時はこれ2回打っての、ため攻撃でやってますね。で、溜まったらあとは属性解放切りを狙っていくっていう感じですかね。おーりゃ。おーっと。あとできればちょっと1回乗りたいっすね。ここが段差になってるんで。こっち来い、こっち来い。おー、なんかしてくれたぞ。すげえすげえすげえ。おーりゃ、チャンスだ。せっかくなんでね、めまいも、狙いたい。ハンマーじゃなくても、めまいも狙えるという。あれ？なんか、どうした？こっち行ったか。おーりゃ。ピンがなくなった。溜めなくては。おーれ、おーら。このね、溜めがね、ちょっとやっぱり時間かかるんで、
まあ、剣2回振らなくてもいいんですけど、まあ、自分はちょっとこのコンボが一番慣れてるんで。お、強そう。やった。いてで、チャージアックス、あんまりね、ガードは使わないっすね、自分。もう本当の緊急性の時しか。あ、これ仲間呼びか？あ、エリア移動しちゃったよ。ここら辺でね、戦うことになると。もうエリア移動がちょっとめんどくさいっていう。こっちの段差の方に来ないかな。なんかあっちにいるな。猫を狙ってるね。おい、こいこいこい。お、なんか活力壺。まあちょっと来ないんで。やばい、サメが乗ってればいいかな。おー、危ない危ない。ここはいい感じのところにいるな。届くか。全然届かない。でエリアルだと結構もう飛びを狙っていけそうな感じなんですけど、ホーリキャット。なるべく頭を狙って、めまいにはしたい。おーってやっ、こういう時とかね。おーってやー瓶が溜まってない。やっぱ5個溜めてった方がいいかな。ほらほら、あ、そうそうそう、オーバーリミットがね、もう少しで溜まりそうなんで、そしたら、ピンを増やしていきましょう。あ、エリア移動するかな？ちょっとピンを装填して、で、研ぎますか。研いで、オーバーリミット使って罠仕掛けて、エネルギーブレードもね、ちょっと使ってみたいですね。で、オーバーリミット使うと、ガシャコッと。瓶が2つ増える。で、下の青いゲージがなくなるまでは多分瓶が2個増えてる状況と。よし、じゃあしびれ罠を仕掛けますか。さあこっちだよ。さあ来い、来たー。ほら、これね、直線解放切りの前段発射とかね、どうやんだっけ、ちょっとね忘れちゃったよ。よし、そしてさらに、あ、間違えた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 、超テンパってる久々で。ほいほいと。ん、もうエリア移動すんのかこいつ。あ、危ねえ、罠に引っかかってよかった。罠置いた瞬間エリア移動とかされるとね、めっちゃショックっすからね。あとどうしようかな。じゃあ落とし穴も使って、そうか、エネルギーブレードもありますからね。ちょっと落とし穴大丈夫だよね、ここら辺に。あ、飯食ってんな。これはちょっとチャンスだ。のんきに飯を食っている場合ではない。とくらえ、おーりゃ、ただもう瓶が瓶が瓶がないけど、落とし穴どこだっけ。こっちじゃない、こっちじゃない、こっちこっち、来い来い、こっちだよ。おー、来た。でエネルギーブレードがね、なんかよくわかんないんですよね。おーら終わりみたいな。ほい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 と。チャージしないとね、さっきみたいにチャージ状態になると切れ味が落ちちゃうんで。おーらおーら、これは強引に行こう。いやマジでさ、前段発射どうやったっけよし、
くーら、今のでいいのかな。ほいほい、おいおい、お、もう弱ってんだ。まあ倒せるのも時間の問題だ。まあ初級なんでね、全然弱いっすねこいつは。まあ本当だったらもっとね、しつこく逃がさんみたいな感じで追っかけていくんですけど、おりゃ届け、届かない、俺の方が先だ。ここがっすか。じゃあ投げナイフも使ってみるか。おりゃかわされた。まあ、かわされたっていうか俺が外したんだけどさ。ほっ、あ、あいつに当たってる。俺超下手くそだな投げんの。てか普通あんまり投げナイフ使わないっすかね。おりゃおりゃくらえ。これはこれは来るぞ、こっちに。結構射程長いな。おーりゃ、これはちょっと溜めないと。もうそろそろ倒せると思うんだけどな。落とし物がある。これはね、逃がしたくない。うわダメだ。まあ、マーキングがあるんでね、全然いいんですけど、まあ、肉食うまでもないな、ここまで来れば。寝てるのかな。あ、色が青になったから。これね、大体ね、ちっこいやつに起こされるんですよね、プスッみたいな感じで。このね、エネルギーブレイド、これどうやってカットするんだろう。 OK、 まあ素材とかはもう剥ぎ取れずにすぐクエストクリアになりますね。お疲れ様でした。まあだから引き継ぎ要素みたいなのはないっすね、体験版から製品版への。特に素材が引き継げるとかそういうのはなさそうで、でまあここで任天堂 e ショップでも買えますよみたいなのが流れて終了という感じになりますので、はい、ということで、モンスターハンタークロス体験版、いやまあ体験版でもやっぱりモンハンっすね、もう全然面白いんで、これはかなり期待ができますね。でまたいろんなスタイルでやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了して、また次回別のモンスター、別のスタイルでやっていきたいと思います。